マダラヤドクガエルは、ヤドクガエルかヤドクガエル族に分類されるカエル。コスタリカ、コロンビア、ニカラグア南部、パナマ、ホンジュラスに自然分布。アメリカ合衆国に移入。体長2.5から4センチメートル。種小名アウラチュスは、金色ののイ。体色には、地域変異がある。熱帯ウ林ン等に生息する。地表性だが、樹上で見られることもある。は、 動物食で昆虫類や節足動物等を食べる。繁殖形態は卵生。繁殖期になると、オスは繁殖音を出して、メスに求愛する。落ち葉の下等に4から6個の卵を産む。卵は10から14日で孵化し、オスは卵が孵化するまで水分を与える。さらに孵化した妖精は1頭ずつ背中に乗せて水場へ運ぶ。妖精は十から十五週間で変態し、 幼体になる。オアフ島には家屋除するために人為的に移入された。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。モルフにもよる、画像区内でも流通量は多く、主に飼育か繁殖個体が流通する。テラリウムで飼育される。生態に対して大型のケージで飼育するのが望ましい。性質が臆病なため、隠れがに隠れがちになってしまう面もある。 ケージには、ヤシガラドや、不要土等の保湿力があり、潜りやすい床材を敷く。極度の群れに弱いため、蓋やケージの側面を、金網等にして通気性を確保する。枝や流木、観葉植物等を組んで活動場所や隠れ家にする。極度の高温や低温には弱いため、下記にはケージを、風通しの良い場所に置いたり、冷房器具を使用する。逆に陶器には、 暖房器具を使用したり、ケージを温室に収納する。昼夜の差をつけたり、ケージ内の観葉植物のため、観賞魚用や、爬虫類用の紫外線の少ない蛍光灯を、点灯する。餌は、書類のコオロギや症状場へ等を、餌容器に入れるか、ケージ内に直接入れて与える。餌に対しては事前にサプリメントを振りかけて、栄養価を上げる。 長期飼育された個体や飼育か繁殖個体は、毒性はないとされるが、念のため素手で生体を直接触れることは避ける。もし素手で触れてしまった場合は、すぐに手を洗うようにする。ありがとうございます。